はい、こちらはプラハ市内のトボルザーク博物館です。この建物はもともとプラハ市の所有する不動産で、この地図の ③ と書いてあるところにこの博物館があります。で、地図の右手上の方に現在のプラハ中央駅があるっていう位置づけなんですけども、で、この ① と書いてあるのがドボルザークが1874年から77年まで住んでいたところで、丸2が1877年から1904年まで住んでいたところです。はい、館内に入ると、このね、おなじみの曲が流れていますね。新世界よりにね。はい、こちらがさっきの地図。で、この家の写真とかね。うん、この黄色いのは、彼のパスポートですね。で、さらに進んでいくと、仕事の机ですとかね。あと、この右手のね、奥に見えるのは、ちょっと、これはな、うん。この右、ごめんなさい。これが、机ね。うん。で、こうやってこう時系列的にこの人生を終えるようになってません。あ、ちなみにですね、日本語の、翻訳が書かれたガイドも、これが、お財布ですね、彼の使っていたもう貸してくれますので、それを見ながら巡れます。で、これが、家族の写真とかね。で、入場料は日本円で300円ぐらいでしたね。今回の旅行の中で、有料の博物館では一番お手頃でしたね。うん。まあね、それを言えばさ、ロンドンの博物館はほとんどが、無料なんで、ね、すごい、ビクトリア&アルバートミュージアムとかも、無料って、まあ、すごい、ですけど、まあでもそうね、インフレと円安はイギリスが一番ちょっと痛感しましたかね。はい。うん。で、うん。こうやって、いろんなものがね、はい。これが、そうそう、彼はね、アメリカですごく成功したんですよね。アメリカから国家のその作曲家として、なんか国を代表するような曲を作ってほしいと。このね、ニューヨークって書いてあるけど、それがまあ、新世界よりなわけじゃないですか。まさに新世界イコールアメリカってことなんだけど、すごいですよね。で、なんだっけな、そのアメリカでの報酬っていうのは、プラハの30倍だったそうですね。うん、ものすごいオファーを受けたと。うん。なんかさ、アメリカらしいですよね。やっぱりアメリカってさ、新しい国だから、当然ながらさ、その何百年もの、あるいはもう何千年もの歴史っていうものが、アメリカ自体にはそのネイティブアメリカンにはあるけれども、そこから移民してきた人たちにはないと。その母国は、そう、歴史はあるけれども、まあそういうしがらみというか、そういうものを、なんていうのか、逃れてというか、そうですよね、やってきたわけね。つまりさ、その全てが新しいから、逆にその古典的な、この重厚さを感じさせる文化っていうのもやっぱり、ないわけですね、どうしても。コインの表と裏じゃないけど。そこへ持ってきて、やっぱりそういう素晴らしい芸術が欲しいから、そのお金で買ってくるっていうさ、そこだよね、アメリカのなんか、ユニークさというか、凄さっていうかさ。うん。だからアメリカ人ってあんなにすごいアグレッシブなんじゃないですか。アグレッシブもすごい働くんじゃないですかね。まあ、日本人がさ、
まあ、今でこそね、その働き方改革で、残業しなくなってきたとか、なんだっけ、伊藤忠商事もなんか夜10時以降行っちゃいけないんでしたっけ？なんか、総合商社さえそうなのかみたいなことを、私、のね、昔と比べるとちょっと隔世の感があって驚くんですけど、でもあれですよ、アメリカの中で最もアグレッシブな都市の、まさにね、このニューヨークなんて、私ニューヨークに留学した時に言われましたね、先生から。コロンビア大学の先生と、なんかいろんな話した時に、なんか日本は上司が遅くまで残ってると、言いづらい、なんか帰りづらい雰囲気があるんですよね、みたいなことを言ったら、いや、それはニューヨークだって同じですよって言ってましたね。むしろ、もっと長く働いてるかもしれない、みたいな。いやー、ちょっと話がそれましたけどね。だからそうやってさ、その30倍の給料を出して、国家的な作曲家を外から連れてくるっていうね、なんかすごくないですかね。アメリカっぽい話だなと思ってね。で、これは、ケンブリッジ大学の名誉博士号っていうのをもらって、その時の授賞式の、衣装ですね。面白いですよね。なんか、ブラームスもさ、全く同じケンブリッジ大学の名誉博士号をオファーされたんだけど、彼はなんかイギリスに行きたくない。なんか、そう調べると船に乗りたくない、よくわかんないけど、から、だから、なんか、当時同期になった別の大学の、名誉博士号は受けて、それで、大学祝典上曲を作曲したっていうね。で、彼はなんだっけ、お父さんが、ブラームスの才能を見抜いた、アメリカ人の、関係者からアメリカでの演奏旅行をオファーされて、いや、そんな行かせるわけにいかないみたいにして、で、より真面目に音楽教育させるようになったみたいな、確かね、そんな話があったと思うんですよ。だから彼は、ブラームスは、イギリスにも行ってないし、アメリカにも行ってないですね。ちょっと面白いなと思ってね。で、にもかかわらず、イタリアにはものすごい行ってんですね。しかも、男友達と 一緒にね、いつもいつも。なんでこんな頻繁にイタリアにさ、しかも男友達と行くのか。まあいいや、その辺の話をさ、この後の、ブラームスの動画でちょっとね、語ってみようかと思いますんでね。まあとりあえずここは、ちょっとドヴォルザークのね、博物館の、ツアーをね、一緒に、しましょうってことでね。これはなんだ。まあ、いろんなこういう小物類がね、飾ってありますよ。んで、これメガネかな？一番上のものがね。んで、このね、これ彼のバイオリンですか。いや、すごいね。バイオリンってさ、やっぱ私のような庶民の、出身者から見ると、一段とさ、お嬢様、お坊ちゃま感を感じるんでね。バイオリンやってましたって、なんかそんな感じしませんか？ピアノはまださ、ほら、エレピアンで、家でイヤホンで、ヘッドホンで聴けて、ね、最近、カシオとかから、すごくお手軽なものもアマゾンで買えたりとか、実は私買って全然練習してないんだけど。あ、それが、この彼のピアノですよね。そうなんだよね。それで、お嬢さんもお坊ちゃまで思ったんだけど、私の母はね、まあ、かなりのお嬢様だったんだよね。だけど、まあ、太平洋戦争でさ、東京の都心の家と、おじいさんの、私のね、まあ、母親のお父さんの、まあ、成功、ビジネスですごい、事業ですごい成功してたんだけども、まあ、それがもう、一気に空爆にあって、もう、すべてが変わってしまったって、そういう背景なんですけどね。だから私は、もう戦争を世の中からなくしたいと、本当に真面目に考えていて、
で、そうするにはどうしたらいいかなってね、勉強してるわけなんですよ。それが、この今のファイヤー生活のコアになってますね。で、何が言いたかったかというと、私がそのクラシック音楽好きだっていうのはね、もう母の影響なんですよね。もう雑巾がけとかしながら、まあいろんなクラシック音楽の、カセットテープね、当時、かけてたんで、だからまあ、公立の小学校に上がって音楽の授業で、今日は音楽鑑賞ですよとか言って、聴く曲も全部なんだよ、これみんな知ってるよ、みたいな、ね、感じだったんですね。だから、なんていうかな、お嬢様にね、で、確かにね、そのお嬢様のね、雰囲気を持ってましたね。だから、ああいうオーラはね、正直で私にはないものだね。で、お嬢様ってどうやってできるかっていうと、ぶっちゃけね、お金のある家に生まれたか、そして、そうやってお金のある生活を、まあ、十何歳までしたかどうかですよ。と思います、私ね。だから世の中さ、そのお金で、解決できる、あるいはお金の影響ってものすごく大きいですね。だから私真面目になってさ、働いて、それで お金の運用にも真面目になってね、この旅行資金もね、投資で、ね、その稼ごうと、稼いでいるというわけなんですけどね。で、そうそう、2階もありますね。2階のね、このテレビに、チェコのテレビ局が2002年に作ったっていうドブルザークのドキュメンタリーをずっと流してるんですよ。それめっちゃくちゃ面白いです。ずっと見ちゃいましたね。で、おかげさまで、この旅行1ヶ月放浪、1ヶ月っていう長い期間があったからこそ、なんかこのドブルザークの、そんな大きくないですね、この博物館。面積自体は割とちっちゃいんだけど、だから見るものもそんなに多くはなくて、で、だけどこのドキュメンタリーがあまりにも面白かったんで、ずっと見ちゃいましたね。ただそういう余裕を持てるのは、やっぱり1ヶ月ぐらい旅行できてよかったなと思いますね。やっぱさ、その日本のその大手旅行会社のさ、ツアーって見ると、現地滞在がさ、大体その全体でさ、8日とか、せいぜい10日とかじゃないですか。で、だから現地滞在かもう6日とかさ、7日、もうほんと1週間ぐらいしかない。そうなってくると、本当にもうハイライトをもうかいつまんでバッバッバッって行くようになっちゃって、いやー、よくこんな強行軍の、旅行ね、そのリタイアした方も行くみたいなんですね。そうなんですよ。私、この旅行するにあたって、もともと行ってないところを見たいなと思って、旧ユーゴのクロアチアとかスロベニアとかも行きたいなって思ってたんですけど、んで、阪急交通社のやってるツアーいいかなと思って、説明会まで聞きに行ったぐらいなんだけど、んで、どのぐらいの年代の方が来ますかって聞いたら、60代、70代が、ばっかりだって言うんですね。いや、70代でもこんな、すごいですね。エコノミークラスで強行軍の旅行をするんだと思って、その個人の体力差ってすごいなと思ってね。いや、とても私は無理ですね。無理です。で、その面白かったね、そのドキュメンタリーの、かいつまんでちょっとメモしてきたんで、ざっとちょっとね、その要約をね、ご紹介するとね、ドブルザークは、宿屋さん、イナーキーパーとか、ブッチャー、肉屋さんの息子として生まれたと。で、その肉屋さんの修行のために、お父さんから、送られた場所で、音楽のレッスンを、受けたと。で、それで、そのドイツ語ができることが音楽で成功する条件でしたと。で、ウィーンの奨学金に応募したら、審査員がブラームスですごく推してくれたそうですね。で、このドブルザークはその、そのドキュメンタリーはど、あの、
ブラームスとの交流なんか詳しくね、かなり語ってましたね。で、そのドレスデンのザクセン国王の前で講演したりとか、あと、イギリスに渡って、で、ロンドンとかリーズとか、あとストラットフォード・アポン・エイボンでシェイクスピアの聖火も訪れるような、その観光旅行もしましたと。で、先ほど申し上げましたけど、アメリカでの報酬はプラハでの30倍でしたと。で、カーネギーホールでニューヨークフィールと共演して、新世界よりをこう演奏したそのチケットはもうソールドアウトでしたということね。ちなみにさ、このカーネギーホールなんですけどね、私さ、その今でこそさ、もう本当に お一人様ずっとやってるんだけど、でもね、30代の頃ね、そうね、やっぱその最後のチャンスかなと思って、かなり真面目にね、婚活した時期ありましたね。10年ぐらい婚活やってたんだよね。そんでね、それでね、その、そのカーネギーホールの、すぐ横にカーネギーホールタワーっていうのがあるんですよ。で、それを作った、不動産プロジェクトのデベロッパーって人とね、会ったことありますよ。その婚活中にね。その方ね、すごいね、なんか、会ったとの、と思ったのはね、なんだっけ。セックス・アンダー・セリーっていうアメリカンドラマ見たことあります？かなりその人気ドラマで、まあ、映画にもね、映画2本ぐらいできたんだけど、その主人公のね、キャリーの相手役のミスター・ビッグっていうのがいて、そのミスター・ビッグって、ね、そっくりやったんだよね、その人。いや、めちゃくちゃかっこよくてね、すごくいい人でね。でももうなんかいつの間にかね、フェードアウトしちゃったんで、そんな感じですよね。で、ここが、後ろの、建物の後ろにある庭ですね。うん、で、そのね、これの建物ですね。はい、それでは。